一つ一つの動きをトータルで組み合わさったのがスイングやから、うん、自分で全部組み立ててしまわないようにイメージの中で。ナイス。でね、自分で意識してスイングの動きをこう横に持っていくってめちゃくちゃ疲れる、うん、なんていうか、人間ってね、足が2本あるけど右から左へ体重移動をするのに自分でこうやっていくっていうのはいろいろやっぱり邪魔な動きが入ってしまう。だけれども自分が単純な一つの方向への力で、であとはそれを利用してニャーズルズルってこの間説明しましたけど、これでグーンとターンできれば自分で回っていってないわけですよね、うんうん、じゃあちょっと正面から右手離して、あ、そう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 、あなたとか皆さんもそうですけれども、今こうドーンと地面にこう地面を打つか打たないかぐらいでそこからグッとターンしていくんですけど、うん、そのタイミングで右手を離す、はい、まあ、力入ってしまう人はね、それで、まあ、軽くでいいですから、はい、そう、おー、いいね、さらにいいね。そうするといらんものが全部取れて、もうその物理現象の結果で体のスイングができると。あ、失敗した。めっちゃ力入った、うん、だけれどもクラブは、まあ、上から下にもうほんまにボールを打ってもう 2,3 センチ下の、ま、もう芝をダーンともう打つぐらい縦に、そう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 、もう動画でも多分分かるけど、さ、うん、さっきの1個前なんかもう、うん、出だしがもうこんなんなってもう、そうそうそう、そうそう、じゃあ今度両手で打ってください。右手を離さないで、離さないで打ってる時と離して打った時どうでしたか。離さないで打ってる方が今やりやすかったんですか。やりやすかった。ってことは、力を抜くポイントって何かって言ったら、実際にはここで右手を離すっていうふうに本人はちゃんと理解して離してるわけなんで、その位置で右手を脱力すればいい。分かった。そう。逆にあかん時はもうそこで力入っとるわけです。全部力入ってんの分かるレベルやったで、うん、ナイス、超いい。ラスト、じゃあちょっと後ろから行きましょうか。あ、戻る。
そうそう、全然引っ掛けないです。ないです、うん、ナイス。力抜くタイミングのやつめっちゃいいわ。わかりやすく入っとったな。そうそう、これ最後ねドライバーを売ってもらったのにわけがあって、ドライバーっていうのはねやっぱりね横に打ちたい、実際にティーアップしてるものを横にぶったたきますから、それでもそう、それがいけるかどうか。全力でやる。はい。ナイス。いい感じ。はい、ということでした。はい、まあおさらいとしては、まああなたは、疲れてくると左に行く。これ逆に疲れてくると実は余計に力が入る。うん、で疲れてくると自分のイメージでいいスイングをしようと、でこのボールをこうコントロールするときにフェースってやっぱこっち向いてますから、こっちにまっすぐ飛ばそうとすると、本来スイングっていうのは一つ一つの力の作用で総合的にこういう動きになっているものなのに、自分で言ってしまうとあなたの場合はこうやろうとすると右足を蹴ってしまうんで、だったらここのボール打つときにこうやったら打てないでしょ、こう打つでしょ、うん、そうすると右足が残ってるわけですね。そこからターンすればいい。いや、びっくりした。右足のボール打つのに多分こんな人いないと思う、うん、いや、もう意外とね当たらんもんって当たるの、うんうん、当たるね、うん、だから当たりそうなことも、まあ、ここから一つ一つそうかと思い出してやっぱり組み立てて自分のスイングにしないといけないんですけれども、うん、まあ、その引っかかってしまうという原因と、それに対して自分が、こう元に戻す、まあ、きっかけがね、これになると思いますので、あなたはそれをやってみてください、はい、皆さんもんちょっとしたらこれも使えるんじゃないかという人は、うん、ちょっとこの方法をぜひ試してみてください。それではありがとうございました。真面目やったな。だってもうさ、こんな力入るっていうぐらいさ、もうこの間の動画何やってんってぐらい力入った。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ。チャンネル登録はこちら。Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お。